金刊職は石川達造の長編小説。1966年にサンデー毎日で連載され、同年に単行本として刊行された。く流川ダム汚職事件をモデルに、保守政党の総裁選挙に橋を発した汚職事件を描いた。表題の意味は、外側はきらびやかに見えるが、中身は真っ黒に腐っているという比喩である。1975年に、 山本札夫監督によって映画化された。昭和39年夏、与党、民政党の総裁選挙が行われ、元総裁にして内閣総理大臣の寺田正臣と最大派閥の領収坂井和明の一騎打ちとなった。数で劣る寺田総理が率いる寺田派は、党内切手の実力者で副総理、高野大吾の派閥と強調して、必勝を図った。その段階において、 両陣営とも票を集めに10億円以上の実弾を投入した。中には、荒野派の神谷直吉大義氏のように、両陣営からちゃっかりいただく者も,もいた。激烈な選挙は、僅差で、寺田の参戦で幕を閉じた。それから数日後、金融業を営む石原三ブのもとに、内閣官房の西尾定一郎が訪れ、星野康夫官房長官の名刺を持参した上で、 秘密裏に資金を用立ててほしいと告げる。ところが、石原はこの申し出を断る者の,の星野の名刺を持ち去る。金融を落として、裏の世界を渡り歩いた石原は、直感的に星野の周辺に何らかの疑惑があることを思いつき、星野の周辺を洗い出し始めた。その過程で、寺田総理の協議、九州の福留川ダム建設をもくろむ武田建設と、 発注元の電力開発株式会社、若松慶吉副総裁の一派の談合と汚職の存在が浮かび上がる。そして武田建設は寺田派の有力献金企業であった。青山組への受注を目論む宝部建造総裁が唯一のネックとなった武田建設は若松副総裁を中心に宝部追いとしを図り、宝部は電力開発の諸葛官庁である。 通産省の大川大臣により、引導を渡され数日後に辞任する。その結果、新総裁に技術畑の松尾義之助が就任。一気に流れは、武田建設へと流れ、談合の末に、福達川ダム工事を受注する。ここに、武田建設、電力開発、寺田派の汚職講座が完成する。受注を手放しで喜んだ武田建設は、星野官房長官を通じて、 科学の賄賂を寺田に渡す。金管職は、1975年9月6日、公開の日本映画、大英映画制作、東方配給。監督は、山本札夫。カラー、スタンダード、155分、第49回キネマ旬報ベスト10第3位。1984年1月1日、テレビ東京の日曜ビッグスペシャル枠で放送。 同枠は通常は20時21時54分だが、この日は18時20時54分にプロ野球オールスター大運動会が編成されたため、この枠に繰り下げ拡大して放送された。同枠番組は主にバラエティ番組を放送していたため、映画放送は極めて異例。くずりうダム、ありがとうございます。